皆さん、こんばんは。今日は2024年6月11日火曜日です。今日のテーマは中国の金融リスク。中国では個人の債務不履行ものすごい多いんです。つまり住宅ローンの返済できない人です。ここで中国銀行は作戦を出しました。これについて話をしますが、 皆さんはですね、きっとびっくりすると思います。中国住宅ローンの返済ができない人が多くなってきて、中国の銀行はルール、返済のルールを修正しました。これについて、本国の銀行業界の方が情報を提供しました。返済ができなければ、先に利息を返済してもらいます。その後、元金の返済となります。 でも、これは内緒にやっています。中央のメディアは報道しません。つまり、元金均等返差でした。それをやめて、先に利息返済してもらいます。数年後、債務者の経済状況が改善できて、それから元金を返済してもらいます。銀行業家の方がこれについて説明しました。2020年、 コロナの影響があって多くの人々は収入が減少あるいは失業となってしまいました。お金がないので住宅ローンの返済はできません。中国の中央銀行は各商業銀行を指導しました。最初は住宅ローンの返済期間を延期にしました。その後効果がないので利息だけ先に返済しましょうと指導しました。 そうすると、多くの方は、毎月の住宅ローンの返済金額はかなり減りました。これは例ですが、住宅ローン金額は100万件の物件を買ったんです。約2000万円です。30年間返済しますので、利息は3.5%です。これは今の状況ですが、もし、元金均等の返済、契約の通りでしたら、 毎月の返済は元金と利息同時に返していきますので、毎月の返済金額は4490元です。約9万7千円です。もし200万円でしたらこの倍です。つまり毎月約20万円の返済です。これは大都会、例えば北京、上海の方が多いんですが、 現在銀行はルールを変えて、先に利息だけ返してもらいますので、元金は数年後でいいんですよ。利息だけの返済でしたら、4490元でしたが、2800元になってしまうんですよ。約6万円で、6万円で済みます。新しい契約書では3年目から、元金、金等返済となります。その時、 1>, 1ヶ月の偏差金額は4,673件となって約10万円です。つまり3年後ですね、毎月の偏差金額は4,490元。もっと9万7千円ですが、少し高くなってしまうんです。この形ですと、偏差の総額は実に多くなってしまいます。約2万2千円。 つまり約50万円ほど高くなってしまいます。ただし最初の3年間、毎月の返済はかなり楽となりますので、家賃を支払う感覚で返済は可能です。また現在、中国全国で各銀行がルール、返済のルールを修正、あるいは更新して、新しい契約書を作成しました。もし自分が返済できません、 となったら銀行に連絡して銀行が先に金利の返済をやってくださいと言われます。まだ個人、家庭の事情に合わせて2年間から5年間利息返済の期間を設けました。最初は関東省だけの銀行でしたが現在全国となってきました。本来は返済しないし返済しなければ3ヶ月後銀行は 債務者を提訴します。その物件を担保されていますので、取って競売します。しかし、返済しない人が多くて、銀行は困りました。原因ですね。地国の不動産価格が下がっているのが状態です。銀行もわかっていますので、債務者から物件を取っても、売却しても、売れるかどうかが問題です。たとえ売れても、元気の回収はできません。 そうすると銀行の不良債権は増えてしまいます。銀行として不良債権が増えるより債務者と交渉して先に利息だけでもいいから先に返してもらうとなってきたんです。これがあくまで暗黙のルールであってみんなはしています。でも大陸のメディアは報道しません。また銀行側も発表しないし 債務者との交渉はあくまで内緒で交渉なんです。まとめると現在全国の銀行はやってはいるんですよ。ただし内緒で契約書を書いているんです。先に利息を返してもらいます。都市部の修理の率ものすごい悪くて仕事があっても収入が減少しています。住宅ローンの返済不利行 当時、私も動画で話をしましたが、一時的に話題がなったんですよ。でもすぐにこの話題は消えてしまいました。当時、俺らの作戦があったんですよ。例えばですね、私は動画で話をしましたが、エイさんに買ってもらうんです。エイさんが債務者の代わりに返済します。でも実はですね、そのエイさんがもう自己破産の用意はできていたんですよ。債務者から礼金をもらうんです。 ぜ、堂々ですね。もう、堂々とやるんですよ。当時、銀行は大変でした。物件を取っても全然売れません。売れても赤字ですし。それから、こういう作戦先に金利を返させてもらうとなったんです。また、市場には、銀行が出す経売物件一時的に増えていましたが、現在ある程度落ち着いてきました。原因はですね、銀行はやはり取っても 折れないからです。そして今はもう取らないようにしているんです。しかし、このやり方ですね、本当にどうでしょうかと私は思いますが、問題の解決はやはりできません。危機問題の延期、あるいは後延ばしにしただけなんです。つまり、これから2年後、3年後ですね、経済が良くなったんです。債務者は就職できて、給料も増えました。以前のように返済はできます。 これはいいんです。もし、経済が継続的に悪化します。不動産市場も良くなりません。物件価格もさらに下落します。また、債務者の経済状況も改善できません。仕事がないんです。その時、銀行が大変なんです。また、銀行はルールを変えました。元金均等返済を先に金利を返済してもらうんです。 実は銀行としては損失はないんです。でも中国の経済は回復可能性として極めて低いと思います。不動産市場も同じですが、以前のようにまた高騰する可能性も極めて低いんです。私はですね、可能性はゼロだと思います。この状態でしたら銀行のリスク実に高いんですよ。原因はですね、 アメリカとか日本の経済状況を見てきたんですが、債務者、例えば住宅の混乱ですが、返済はできません。銀行はその担保された物件を取って、競売します。競売して売れたんです。銀行は多少損失はします。例えば、100万元借りて物件を買ったんです。この数年間の間、多少でも返済はしてきました。銀行はその物件を取って、 売却して、例えば70万円で売れました。銀行の損失は30万円弱なんですよ。でも銀行は物件を売って売れたんです。今日はまだ売れますよ。3年後ですね。売るでしょうかわかりません。つまり3年後、もし経済が良くならない、返済は絶対にできません。銀行はその時に物件を取っても売却しても 売れる可能性はですね、ほぼゼロに近いんです。まだ、仮に売れたとしても、100万件の物件が20万件となったり、30万件となったり、可能性もあります。原因はですね、中国の不動産市場が良くなりません。物件の価格もこれからも下がっていくというふうに思います。その時、銀行の不良債権、ものすごい増えてしまうと思います。これで、 わかるのですね、中国の銀行は実は賭博しています。つまり中国の未来良くなるでしょうかあるいは悪くなるでしょうか銀行としては良くなるというふうに思っています。また、債務者の経済状況、つまり本人の収入がこれからも増えるでしょうというふうに判断しています。また、不動産価格、現在はもうそこなんです。これ以上はもう落ちないと。 銀行が判断しているでしょう。しかし、もし中国の経済が良くなれないと、2年後、3年後、銀行が間違いなく、倒産のブームが発生です。現時点では、経済が良くなる、あるいは、不動産市場が良くなる要素が見えません。これで、中国の中央政府としては、不動産市場を助けようとしたんですよ。これ以上に、 中国の不動産ですね、さらにダメだなってしまうと、銀行が倒産してしまうので、まだ不動産企業のことを助けようとしています。例えば、この間、深圳地下鉄はですね、バンカーという会社にお金を貸しました。でも、深圳地下鉄ですね、実はお金がないんですよ。自分自身もボロボロですが。中国政府ですね、不動産市場、不動産企業を助けることは実はしないんです。 ただし、中国の銀行は全部国営企業です。国営企業でしたら、危機問題を後にすることが得意なんですよ。これが中国の伝統なんです。銀行長は党員、また幹部なんです。自分の任期内で危機を後延ばしにしたいんですよ。もし債務者から物件を取って、不良債権がこれで増えてしまうと、 金融危機が起きてしまうと、責任を追求されてしまいます。つまり、逮捕されてしまいますので。また、これで、中国の銀行の経営も良くなりません。去年から、中央銀行としては、まあ、中央住宅ローンの金利を下げたんですよ。何回も下げましたが、ただし、貯蓄の利息について、あんまり下げていないんです。原因はですね、貯蓄の利息を下げてしまうと、現の冷凍が 崩れてしまいます。例えば、減圧となってしまうんですよ。これで、資本の流出が加速してしまって、最後、資産の価格が暴落してしまいます。しかし、貯蓄の利息はあんまり変わりません。ただし、貸す金利を避けたんです。つまり、銀行の収益が減少しました。2023年第4四半期、中国の商業銀行、利息の差ですが、 平均ですが、利息の差とは、貯金の金利と貸し出しの金利の差は1.69%でした。今年、第一四半期となって、利息の差は1.59%なんですよ。15年間以来、初めての数値です。この原因で、中国の商業銀行も、経営は楽ではないんです。例えば、去年、起きました。 上海にあるプートン、プーファー銀行ですね。銀行職員が本社の前で講義をしました。原因はですね、自分は月収2万元でした。2万元ですが、6000元となってしまったんですよ。約40万円が12万円となってしまったんですよ。みんな職務を辞めて、銀行の前で講義をしました。また、先に利息だけ返済しますので、 3年後、元気の返済なんです。銀行の収益はこれでさらに悪化します。そうすると、銀行から自分の貯蓄を出すのはさらに困難となっていくでしょう。と思います。最後ですが、どうなるでしょうか。経済は全く回復しません。また中央の物件、不動産価格も上がりません。債務者の収入も増えません。最後は、やはり返済できません。 その時銀行は物件を取っても売却しても全く売れません。また現在ですね、頭金を15%にしました。また中央銀行は住宅の利息、各銀行に自由に設定していいですよと指導しました。そうすると各銀行の競争は激しいんですよ。みんな利下げしてお金を貸してしまいたいんです。でも不動産を買うかが少ないんです。 銀行は価値高でても借りる人はいない状態です。そうすると銀行は利息で困ります。貯金の方に対して利息を支払わなければいけませんので。ここでアメリカの債務長官イエレンさん4月北京を訪問して発言したことを思い出しました。国民の収入を上げることが大事なんですよ。国民が豊かとなって需要が増えますので、 工場はフル稼働できますし、利益もあります。利益あって、労働者に賃上げするんです。労働者は豊かとなって、自動車も買うし、不動産も買うし、買い替えもするんですよ。そうすると、経済が良くなりますよ、と、中国政府にアドバイスをしたんですよ。6月7日、中国の平安銀行ですね、発表しました。 これについてですね、皆さんに紹介しますが、これは中国銀行の技ですね。まずですね、住宅ローンの返済ですね、3種類出しました。普通の種類以外に3種類出しました。これは改革だと言います。まずは2段階の返済計画と言います。最初の3年間、利息だけの返済なんですよ。3年後、4年目から元金、 均等返済となっています。ただし、住宅ロの返済期間は30年間までとします。これは地域限定です。生徒、上海、杭州限定です。次は気軽返済と言います。6ヶ月間ですね、利息だけの返済なんですよ。6ヶ月目なんですね、利息と元気の1%返済してもらうんです。 30年間のローンですが、最後ですね、元金を一括返させてもらいます。つまり最後ですね、ものすごい多いんですね。でもこれがこの銀行の作戦なんです。次はですね、三つ目は風船ローンです。風船ですね、あの少しずつ空気を入れますので、最初は小さくどんどん膨らんでいってですね、多くなっていくっていうイメージですが、最低でも20年間の住宅ローンです。 最初は利息と元金、ほんの少しだけ。でも最後は一括かつです。これは交渉次第で決まります。対象ですね。対象金のある方。例えば、あるいは子供さんがいてですね。子供さんが、例えば20年後、就職しました。一緒に廃刷できます。一緒に廃刷してくれる方が、まあいいんですよね。というふうな作戦です。 まとめるとですね、特徴みんな同じですが、利息だけの返済が先であって、その方が最初の2年間、3年間かもしれませんが、返済はしやすいんです。この制度ですね、我々は言いますが、バンドエイドだと表現します。つまり、血を止めることは可能です。つまり、怪我しました。バンドエイド貼ります。そこだけ守って感染はされません。ただし、 中身の毛が治療はできません。あくまで表だけなんです。もし本人の免疫力が高ければ元気でしたらバントエイトだけ貼っても治る可能性はあります。もし自分の力が弱いと治療はやはりできません。病院行った方がいいんです。そして不動産価格、これ以上に2年間ですね、どんどん下がっていくと思いますので、もし2年間も 今年も入れてですね、どんどん下がっていくと、そこで銀行がですね、もし1社だけでも倒産したら、中国の不動産市場、金融市場は全部大変になってしまうんですよ。みんなやはり敏感になってしまうので、その時ですね、何もかももう遅いんですよ。というのが私の今の考えではありますが。そして、中国の経済ですね、これからはどんどん大変になっていくんですが、中国の銀行もですね、 この市場に合わせてたくさんの技を出すんですよ。またこれについて情報が出たら話をしたいと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。